椎の伸展を出す動きの2つ目やっていきます。まずこのように片足を前に出すんですけれども、ここの角度90度、股関節の角度も90度、後ろの足も90度でお願いします。曲げてる方の手をこのように、肘90度の角度にして、反対側の手はしっかりと伸ばします。ここから前に出してる手は前に突き出すように押して、反対側の手は後ろに引くようにやっていきます。こっちは前に突き出して、曲げてる方の手は回転させるようにやっていくんですけれども、この背骨を軸にして動かすようにお願いします。この背骨を中心に動かすイメージです。これを片方ずつ10回やっていきましょう。